画面見ていきますと、あまり全部は多分紹介できないと思うんで、これは、オリンパスのキャメディアは結構全部こんな感じですけども、木の割り当てできるんですよ。ファンクションこことこことここ、上左下は機能、自分でカスタムして、割り当てができるようになってます。でモードメニュー、撮影に関してはフラッシュとか、AF 速攻連射単射、あれ明るすぎる、 ISO 感度とか、デジタルズームノイズリダクション、ファンクション撮影、ファンクション撮影っていうのは、なんかモノクロにしたりとかパノラマにしたりとかできる機能です。でこれは、画面の、線を出すかどうかですね。これで水平に撮れてるかどうかとか、あと構図を考えたりとかするのに、有効ですね、オンにすると。あとスチル録音、スチル録音っていうのは、写真に言葉を吹き込めるという機能じゃないかなと思いますが、なんか他のカメラでもこの機能ついてますが、僕使ったことないんで正直、分かんないです。でヒストグラム表示、ヒストグラム表示できるようになってます。すごい至れり尽くせりな感じの、カメラ、ハイエンドの中のハイエンドみたいなね、やっぱり。でホワイトバランスオート、補正もできますね。なんか見にくいな。よし。で、プリセットとか、プリセットで2つだけ設定できるようになっています。プリセット2は、まあ、電球とか、人工的な光源に対しての、ホワイトバランスの設定で、こっちは、自然光に関しての、設定ができると。ワンタッチ、これはまあ自分で、ホワイトバランスをカメラでこう白いものをカシャって撮って合わせるというワンタッチですね。で画質モード、 TIFF とか、ローもできますね。すごいですね。でシーンプリセット、シーンモードですかね。であとシャープネスとかコントラスト、色相サイドまでも変えれると。でここはカードのメニューですね。でこれが設定、電源オフした時に設定クリアするかどうかという、機能と、レックビュー、撮影後の写真の確認するかどうかという、もので、操作音、シャッター音、シャッター音は2004人になっても、ちょっとかっこ悪い感じ、ハイエンドの中のハイエンドですけど、シャッター音は、普及機と同じような、感じですね。ダイヤル、カスタムツー、何これ、はい。あとはこのダイヤルに関してはちょっと、全く触ってない機能だったんですみません、わからないです。あと露出ステップで、カスタムボタン設定、カスタムボタン設定、ここの上のここですね、これ、でショートカット設定、これが最初に、お話しした3つの上左下の機能の割り当てです。でマイモード、マイモードはここですね、ダイヤルについております。スーパーコンパネ、多分スーパーコンパネっていうのは、この画面ですね、EVF に、今 EVF がなんか映ってるんですけど、あれ、映ってない、あれ、
なんでよ。スーパーコンパニーということで多分これのことですね。画面上にいろいろな設定項目を出せるという機能のことのようですね。あとはここの、サイド、まあ、全部このショートカットボタンはですね、押しながら、ダイヤル、ここのダイヤルをね、回すことで切り替えができるようになってます。ホワイトバランス、これもこんな感じですね。画像サイズ、うん、ですという、ちょっとかなり機能盛り込まれてますんで、もう14分もなってしまったな。まあ、このぐらいにしておきたいと思うんですが、作例を取ってきておりますので流したいと思います。まあ頑張ればそこそこボケ感も出せたりっていう、やっぱり高級機なりのですね、まあ、映りっていうのは、撮れてるかなと思います。マクロモードとかで、まあ、ほんまにうまい具合にやれば APS-C の機種で 50mmF4.5 とか、4とか 5.6 とか、ぐらいで撮ったのかなっていうボケ感も出せるかなと、いう感じで、実際まあAPS-C で撮った写真と同じ構図で撮ったものが、ありまして、見比べてみるとどっちがどっちかわからなかったんで、まあ、そういう意味ではすごい頑張ればミラーレス APS-C キーぐらいまではいけるというカメラでしたね。まあ、望遠もうちょっと5倍よりもうちょっといけたらよかったかなっていうのは、ありましたが、まあ、800万画素ということで、全然今でも使える 画質、 iPhone がね800万画素ですからね、 iPhone6、6Plus とかなので、そういう意味では全然現在10年経って今でも使えるカメラかなと、思います。それと何か一つ言おうと思ったんですが、シャッタースピードは4000分の1までということで、かなり、速いシャッターも、切れますし、あと何か言いたかったこと、あそうそう、広角 28mm なんですけど、めちゃくちゃ歪みが強いみたいで、まあ真面目な写真を撮る上ではダメなことなんですけど、 28mm ですけどすぼまり感みたいな、そういうのは、出しやすいんじゃないかなと思いますので、まあ、その悪い点も生かせばうまい具合に、いい写真も撮れるのかなと思います。作例ですぼまり感っぽいの、入れてますので、まあ、そこでコメントも入れましたけど、すごい真ん中にギュって28mm やのにこんな寄んのかなっていう感じでしたけど、真ん中に収束してる感が出てますので、そちらもまあ実際見て確認いただければと思います。では、ちょっと長くなってしまったんで、ですけども、ご視聴いただきましてありがとうございました。久々のコンデジレビューでちょっと熱くなってしまいましたね。では、作例をご覧いただきたいと思います。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。作例をどうぞ。